で今回はバースプレーのバウンド分散までの計算の方法をちょっと説明したいと思います。事前にちょっと調べ物してちゃんとできるかどうかやってみたんですけど、ちょっとあんまりかんばしくない結果が出てまして、不思議なんですよね。このウィン付けの結果と大体同じ値出てくるはずなんですけど、マテリアルズプロジェクトの方ですと、まあ、バンド図もちゃんと普通に見れるんですけども、例えば鉄見てみましょう。適当な、3弦のまず入力をフェーズダイアグラムで出して、で、鉄のところ、あ、これニッケルってなってますね、失礼いたしました。鉄なんかうまく入らない、呪われてますね。でこれで鉄のところに行くわけですけども、でポリヘドラだと見にくいんで、まあこんな感じで鉄の BCC になってるかなと。あ、なってますね。ちょっとこれ見えづらい、読みづらい、見れづらいんですよね。なんでこんなのにしてるのかよくわかんないですけど、まあ BCC になってます。ちょっとそれで、このバンド分散どうなってるかと言いますと、こういうふうになってまして、ちょっとこっち持っていくと、ウィーンつけてもすごい綺麗な一致をするんですね。ちゃんとここからここまでのところがぴったり、ドスはあまり綺麗じゃないんですけど、ここまでのところが非常に綺麗に再現されています。ん、これは日経だ、すいません、鉄じゃないですね、何やってるんだあれ、ニッケルのデータはどこに、いや鉄のデータはどこに、ちょっとすいません、チェンジセッションしますね、すいません毎回グダグダで、とりあえずちょっと見ていただこうと思って、一応真実を伝えとかなきゃなと思ってこんな感じですね。でこれがアップスピンで、ちゃんとアップスピンの、アップスピン、点線がアップスピンですね、アップスピンになってて、でちょっとダウンスピンも見てみましょうか。これ同時に表示できないんでちょっと使いづらいんですけど、ダウンスピンはちゃんとこういうこちらの方になってて出てくると。でまあ第一原理ケースだから何やっても一緒の値出てこなきゃいけないんですけど、こんな風には出てこないんですね。まあとりあえずちょっとやってみたいと思いますけど、一応今までも説明してるかもしれませんが、バスプの入力ファイルの例としては、このバスプウィキっていうので調べると、このバスプイグザンプルカリクレーションズというのが出てきます。それで、こちらに、計算の方法が載ってまして、例えばニッケルの FCC のニッケルとかドスとか、あとはシリコンのバンドとかいくつか書き方が載ってます。で表面の時の計算方法など多彩に載ってまして、まあ、ちょっといくもっとたくさんあればなとは思うんですけど、ここで、例を探すことができます。でもうほぼこの例に沿ってやってしまえばいいことになります。まあ、せっかくですから、さっきちょうどこれもニッケルのデータが出てたので、どこまで合うのかというのは怖いものの見たさで見てみようかなとは思います。でちょっとやってみましょう。で今まで通りの説明の方でもいいですし、そうでなくてもいいです。シフトセルを使う方法でも、まあ、あまり変わらないです。入力ファイルは作ってしまえばいいのですので、まあ、問題はINCAR のインカーですね、私は勝手に読んでるんですけど、のものをどうするかということだけです。まあ、とりあえず、このバスプウィキで沿ってくるようにやっていってみましょう。ニッケルでもちょっと一回やってしまったのがあるので、これはちょっと、一応ロケハンというか事前にチェックしてやれるかどうかというのを調べてるんですけども、それがあんまり芳しくない。でまずこの FC ニッケルと、でここにもうすでに書いてありますんで、ここでエンプティ、まず適当なテキストエディーターで書いてファイルを作って、でこのままコピー&ペーストです。でこのペーストです。
このままやって経方位経方位とでこのようにしてやります。もちろん支出シェルで作ってもいいです。で、まあ作れないのはこれだけなのでこれだけコピーしてしまえばいいんですけども、でまあ今回はちょっとこれでやってみましょう。どこまでこれが信頼できるのかちょっと見てみたいなとありました。怖いもと見たはずです。でポテンシャルカードなんですけども、ポテンシャルはで導入していただく人によって違うんですが、まあどこかに誰かがメモにセットアップした人はメモってくださると思うんですけど、ポテンシャルと PAW のアンダーバー PBE のものです。でここから対応する原子のやつを探すということですね。でたくさんあるんですけども、まあ単純にニッケルとか書いてあるんですね。ニューとか PV とか書いてあります。まあ、これの選び方によって値と結果が変わってくるのでまた恐ろしいですね。バスプと例えばマテリアル、プロジェクトですと、あ、しまった、もっと右にありましたね。このですと、どれ何を使っているかというのが出てきます。例えばこれでチェックしてニッケルやろうとしたらこれでこうですね。それで、この下のところにダウンロードというのが出てきます。ファイルを選んでバスプチェック入れて、でこれでダウンロードして SA マテリアルで出して、このなんか変わった名前になってますね。でこれを回答するのはどうすればいいかというと、ちょっとたくさん出てきちゃってあれなんですけど、ちょっと大変ですね。ターミナルがターミナルでZIPと ZIP と入れて、これを入れてでエンターします。あ、すいません間違えました。あ、間違った NU やってますね。何やってるのか、 UNZIP と UNZIP と入れてで入れます。そうするとこのようにしてこのファイル名で回答されてます。で例えばホームホルダーのところに MP23 という形で出てます。でここにもうこの場合で使った入力ファイルの例が書いてありまして、でここの通りにやればやれるようになっています。で、例えばポジションカード何に使っているのかというのも、ポジションもポテンシャルもニッケルのアンダーバー PV 使ってますよと書いてありますので、これを使います。で、元に戻ります。で、PB のニッケルのアンダー PV 使ってましたので、これをポテンシャルカードとしてここに入れます。まあ、おおむね手術してるであると正義的なのを選んでくれるんですけど、でこれでいけます。で、そしたら、まあ、これで入力ファイル完了です。で、まあ、これと同じのができてくれればいいんですけどね。でこれでやります。で、さっきのはここの上のファイルを入れてもいいんですけども、ここのファイルを入れたらこの名前だけとスラッシュだけ余分なのでそれを削りました。そうするとこちらとこちら対応します。チェックするためには PWD と入れてみれば同じところにありますねというふうになっていきます。それでじゃあ計算を走らせてみます。まずはエクスポートのこれいつものやつをやります。でその後は MPI ランのやつですね。でこれで計算がします。ですぐに終わりました。でちょっと戻ると思います。なかなかうまくいかないですね。バスプウィキはこれですね。でここまで行きましたと。で DOS が終わりました。でバンドブルーとどうするかっていうんですけど、まあ、ここにシリコの例があるんでここからやりましょう。でシリコの例に書いてあるんですけど、シリコの時もここにか後から書いてあるんですけど、普通の SCF 計算終わって、チャージデンスによるデータが出るのでそれを使って計算しますよと書いてあります。でもうほぼほぼこの値に揃うと思います。ただし、シリコも FCC なのでちょうど同じのを使える、ニッケルも FCC ですから同じのを使いますので K ポイントはこれを使おうと思います。
で、まずは、これを書き換えます。カットオフだけは、これは ENCUT というのはカットオフエネルギーで270です。まあ、これは今回 2K の時にしたので、これはシリコンですから、あんま変えないということです。で、ここの部分もそう、大まかに変える必要はありません。つまり、インカーの部分はもうほとんど変える必要がありません。で、まあ、スピンが必要なので、スピンが入ったものが、と入れてあります。で、じゃあ、インカーは必要、変更必要ありませんでした。まあ、このシグマの細かい部分はあまり気にしなくていいです。SCF で使ったものもそのまま使えばいいです。で、次、K ポイントですね。K ポイントですけども、K ポイントこれにします。K ポイントの記述方法はいくつかあって、マニュアルにたくさん書いてあるんですけど、まあ、好きな形式で書いていただければいいです。で、これでいいです。で、これが終わったら、計算を始めます。うん、計算が終わりました。で、これでちゃんと、R 結果が出ればいいんですけどね。で、WASP ツールキットを使います。WASP ツールキットは前回説明したとは思いますけども、あ、WASP ツールキットですね。ごめんなさい。WASP キット入れると、こういうホームページがあって、ダウンロードして、セットアップすればいいです。まあ、それはまた後日にします。で、これをできるようにしたら、スポーンと入れて、エンター。そして、バンドストラクチャーを計算しますので、21番でエンターします。で、今回、入力ファイル見てもらうと分かるんですけども、この iSpin というところが、2番になってますので、スピンありの計算になってます。スピン入れます。で、計算、エネルギーの計算で、まあ、大まかに大きい値入れてしまえばいいです。30と30と。で、こちらにバンドアップとダウンのデータが出ます。では、ちょっとプロットしてみましょう。プロットは Linux でよく見つけられるニュープロットというのがあります。まあ、導入、インストール簡単なので、そんなに気にすることはないと思うんですけど、ニュープロットというのがありまして、あ、これはフリーです。で、プロットでスペース入れて、このアップでエンターを押すと。そうすると、このように結果が出ます。ちょっとエネルギー域、フェルミ順位をちゃんと調べて入れてないので変なのになってますね。で、あと、せっかくなので、この点線をつないでみましょう。W と L と、さっきのに付け替えますと、このようになります。マテリアルズの、こんな風になってますね。ちょっとエネルギーの表現がまずかったですね。どこまでにしましょうか。10ぐらいまでにしましょうか。もう一回やり直しますね。WASP ツールキットのやつももう一回やり直します。21番で、2番で、マイナス10から10まで。そしてもう一回プロットします。こんな感じになります。ヘルミ順位が0かどうかというのは後からちょっとアウトプットでちゃんと正しい値に直さなきゃいけないんですけども、なのでものによってこれずれます。で、あと、ここの経典の指定がまあこちらの先ほどの入力ファイルになっているのでいかないんですけど、例えば、ここが L で G 来てから XU でここなしで KG となっていますので、1対1に対応させるのはちょっと難しいんですけども、例えばガンマ点はよく分かりやすいので、放物線で下に凸になってますので分かりやすいので、ここの方ガンマ点だと見ることができます。 LG、 これ G はガンマ点の意味ですね。なのでガンマ点ですね。で、こういうふうになっていくと、まあ、おおむね似たような、L ガンマですから、ここが逆にこういう形になっているということですね。まあ、そこそこ似ているかなという気もしますけども、実はL からガンマですと、ここで L からガンマですと、あまりこう本来ないバンドがあったりとかいくつかおかしいところが出てくるんですけど、まあ、しょうがないですね。で、これもちょっと見てみましょう。バンドで、これもですね、 L からガンマだとこれでちょうど流れがあるんです。対応するんですけど、まあこれですね。あ、ここにありますから、ちょうど問題ない。そうですね。すみません。で、ここでこうなっているところですね。で、ここからガンマから X 対応するかどうかですね。ガンマから XU までいってますね。ガンマから X。ここ、あ、これは違う。鉄ですね。こっちは2K ですね。ここのところ、こういう感じでなっ
ていてということですね。なってますね。まあニッケルは結構うまく計算できたのかな。そんな感じにも見えますね。まあそこそこ合ってるっちゃ合ってるか。まあこういう感じでやっていただければいいということですね。じゃあこれでいけましたね。じゃあこれまだちょっと時間あるかな。あ、もう15分経ってしまいましたね。じゃあ次にシフトステージの時にやってみますね。